ということで今日は豊橋市にあります、ベジカフェロータスさんの安武、元吉さん、名前がすいません覚えてきて元吉さんに、お話をお伺いさせていただいてます。後半戦よろしくお願いします。前半も本当に人参の話やっぱりねすごくいいですよね。だからなんか僕思うんですけど、よく現代のそのなんていうんだろう栄養学とかってその栄養素とかだけを分解してみるんだけど、そういうのが一緒だったとしても多分ね体に作用する影響みたいなパワーみたいなのってなんか違うんじゃないかなと思ったりしますよね。そうですよね。安武さんはいろんななんていうんだろう、セミナーみたいな形でいろんな健康のお話をされたりとか、多分食とかいろんなことをされていると思うんですけれども、実際多分これご覧になっている方も冬に向けて、多分僕の予想では今年の冬は、当たるかどうか分かんないんですけど、またやっぱり感染増えるんじゃないかなというふうに思っていて、そこでやっぱり一番大事なのは結局のところ免疫力だよなっていうふうに思うんですよね。はい、でどうすれば免疫力を高めていけるのか、まだ冬まで時間がありますので、その間になんかできることとかなんかいろいろお話をお伺いしたいなというふうに思うんですが、私は栄養学の講座をさせていただいていて、分子栄養学っていうのと、それからホリスティック栄養学っていうのを、で今それを合わせて、分子栄養学をベースにした、ホリスティックニュートリションっていう形でやらせていただいてます。で、まさにかっこいいですね、ホリスティックニュートリションそうですね、私自身は鍼灸師なんですけれども。そうなんですか。はい、言いました。最初に言ってくださいよ。鍼灸師なんですか。はい、針やられてるんですか。針もやります。今もやってるんですか。やってます。そうなんですか。はい、知ってましたみんな。どこでやってるんですか。お店の方の特に一覧がありました。先に行ってください。そうなんですね。じゃあそういう体の勉強ももうされてきて。そうです、もちろん、そうですね。なので一応その栄養学を学びました、で、そのアメリカの新しい栄養学という分子栄養学を学んでます。そして、一応鍼灸師ですよということを踏まえて、情報を提供したいなと思っているんですけれども、そうやはりその免疫力となると、一番大切なのはビタミン C なんですね。で、ビタミン C をたくさん取ることはすごい大事で、なんでかというと、白血球は、私たちの体を守ってくれていて、異物ですね、例えばバクテリアだとかウイルスだとかがやってきた時にそれをこう取り込んで、取り込んだ後この白血球の体の中で活性酸素をいっぱい出して、でこの中でウイルスを殺す、バクテリアを殺すっていうことをやってるんですけど、そうこの中で炎症が起こっちゃってるので、そうビタミン C をいっぱい白血球は取り込まないといけなくて、そうそのためにはやっぱり選択的にビタミン C を取り込むっていう白血球の働きがあるので、そう免疫が落ちてる時っていうのは第一義的にやっぱり白血球にサポートしてあげなきゃいけないので、ビタミン C を上げることが必要なんですよね。なるほど。そうただビタミン C とお砂糖ってめっちゃ形が似てるので、そうなんですか。そうするとビタミン C と思って取ったら砂糖だったみたいなことがあると、体の中にはこの中で炎症を起こしてて、お砂糖入れても白血球の中はその炎症が静まらないので、そうするとビタミン C を取るってことはすごい大事ですけども、お砂糖を控えるっていうのもすごい大事なことなんですよね。なのでなるべくお砂糖を冬に向かって、そうお砂糖控えていく、甘いものをなるべく控えて、でビタミン C をなるべくたくさん取っていただく。なるほど。その消化吸収っていうか吸収するときに区別がつきにくいってことなんですか、体が。そのビタミン C と白血球がですね。白血球にとってってことですね。白血球は選択的にビタミン C を取り込むけれども、そうブドウ糖、糖を意識、ビタミン C と間違えて取り込んでしまうってことがあるので、そうすると、体として白血球としてはですね、ビタミン C がないと、よりそのウイルスとかを捕まえて殺せなくなっちゃうので、そうすると、感染力が下がって、免疫力が下がってしまうってことになっちゃうので、
じゃあ別に病気になった時ももちろんそうなんだけど、病気になる前の日常生活の中からビタミン C っていうのはやっぱり意識すると当たり前ですけど、いいと思います。いいですよっていうことですよね。そうですね。ちなみにビタミン C というと、どういうことを、あ、食べ物とか、食べ物とか、そうですね、もちろん柑橘類、はい、この時期みかんとかね、すごい美味しくなってくるので、はい、柑橘類もいいし、ベリー類、いちごとかブルーベリーとか、はいはい、ああいったベリー類もビタミン C 多いですし、はいはい、あと、なんだろう、じゃがいもとかさつまいもとかね、意外とあのじゃがいもとかにも、あの皮の部分とかにね、ビタミン C 多かったりするので、結構皮ごと丸ごと食べた方がいいよってよく言いますけれども、やっぱり何でもなんか皮の部分に栄養があるとかって、そうそう、皮と身の間ですよね。間なんですか。そこに人参とかでもなるべく皮むかずに、なるべく大根でも、そうですね、そう、マクロビューティックではね、まさに皮ごと丸ごとです、ね、丸ごと食べましょう、ね、なんか生姜もむかない方がいいって聞いたことあるんですけど、そうなんですか。やっぱり例えば土がついてるのであ、まあまあもちろん多少はね、多少はきれいにして、だからまあ簡単に言うと、そういうのを取ることが、なんて言うんだろうな、ちょっと違うかもしれないけど、サプリメント代わりみたいな感じですよね。まあ、食べ物で私たちはこう生きているので、食べ物で、病気も予防できるし、はいはい、治せると私は信じているので、そうなので、まあ、ビタミン C のものを積極的に取ることは、感染力を、ね、免疫力を高める上ではすごく大事なことかなと思います。他にも何かありますか。そうですね。といいこととか。そう、感染のほとんどは、95% だったかな、ぐらいは粘膜から入ってます、ね。はいはいはい。なので、あの粘膜からウイルスとかが入ってくるんだとしたら、はい、粘膜を強くしてあげたらいいよねっていう考え方ですね。で、粘膜には IgA ってね、免疫グロビン A ってのがありますけど、はいはい、これがきちっと働くためには、はいはい、そのカロテノイドの膜を作っていただけると、はいはい、すごくその粘膜が強くなるので、そう、なので、そうですね、カロテノイド、まあ、冬冬至の時にはかぼちゃを食べるように、そう、冬、昔はね、これから寒くなるからかぼちゃみんな食べとけっていう意味で、で、カロテノイドいっぱい食べるっていうのも一つはすごい大事なことだと思うので、かぼちゃとか、人参とか、あの色のね、パプリカとか色の濃いものですね、をたくさん食べるっていうのは、粘膜を強化するのもすごく役に立つと思います。まあ、だからやっぱりそのあとは季節のものでものももちろん意味があるし、旬のものですよね。すごい。なんか他に気をつけるといいこととかってなんかあるんですか。そうですよね。あと、例えば亜鉛ってミネラルがありますけど、はいはいはい、そう、亜鉛は細胞が分裂するときに必ず必要なミネラルなので、そう、亜鉛をしっかり取り込んでおくと、例えば白血球が、ね、分裂して大きく、例えばそう B リンパみたいなものが抗体を作るために、その同じクローンをぼーっと作りますけれども、そのクローンをどん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 作っていくときに、亜鉛が足りない状態では一気にその B、クローンを作ることができないので、はいはいはい、そういう意味では亜鉛をしっかり取り込んでいくっていうのもすごい大事。ちなみに亜鉛は、そう、亜鉛はここビーガンのレストランの、ね、オーナーが言うのも微妙ですけど、牡蠣、ああなるほど、ね、貝の牡蠣、これ今このシーズン予約で食べれるようになってきましたし、ビーガンだと牡蠣は、そうですね、食べませんけど、ね、かぼちゃの種は、はいはいはい、亜鉛が比較的多く含まれるので、そうですね、たまにローストしたものが商品で売ってたりしますよね、ああいうのおやつ代わりにちょっと、食べていただくとすごくいいと思います。そうなんです。僕もいろいろ調べていて、風邪をひいた時とか、まあ、コロナもそうかもしれないですけど、なった初期にビタミン C、亜鉛、ビタミン D を取るといいって、そうですね、そうするとすごく治りが早い、こじらせにくくなる、まあ、もちろんその人のあれにもよると思うんでしょうけど、っていうのをすごく聞いたことがあって、まあ、常用する必要はないけど、もし聞いたときは、まあ、それこそサプリメントとか何でもいいからちょっと多めに取るといいみたいなのを聞いたことあるんですけども、その通りです。そういうのともつながっているですね。そう、ビタミン D はそれこそサンシャインビタミンなので、そうですよね、そう、はい、もう日光にこう手を引っ張ってて、そう、内側ならいいよね、日焼けしてもみたいなそう、15分、毎朝15分、太陽の日を浴びていただく、
と、うん、まあ、ここはしっかり優遇したいですけど、はい、そう、ここを、ね、こう当てていただくと必要なビタミン D が合成されると言われているので、うん、そう、フル充填するならすっぱだかなんて2時間浜辺みたいなこれでビタミン D が最大限合成されるので、うん、はい、そういうのもありですけど、うん、なかなかできるところがないのでそう、なるべくお肌、はい、もう太陽の太陽ありがとうみたいな感じですね。ビタミン D はなかなかあの、まあ、太陽に当たって自分で合成しないといけないというものなので、ね、だから今回あのテレワークとか外に出なくなる機会っていうのが非常にすごく多くなっていて、ね、だからあの僕すごく思うんですけど、今あの感染対策と言われているもの、例えばマスクしましょうねとか、人と会わないようにしましょうねとか、なるべくテレワークしましょうねとか、もちろんそれがいい悪いではなくて、その側面っていうのは感染、なんだろう、ウイルスと遭遇する率を減らすことはできるかもしれないけど、同時に実は免疫力を下げている可能性もあるっていうことをすごく思っていて、でテレワークでそれこそ1日も外に出なくなる人とかっていうのも結構僕の周りでも気づいたらもう家の中にずっといるみたいな、うん、今出前もできるし、そうですネット通販で何でも買えるしっていうので、そうすると結局ビタミン D の合成ができないとか、うん、あと体を動かさないと筋肉量がめちゃくちゃ落ちてる人とか、そうですよね、あとは体使わないので代謝が落ちる、汗もかかないとかね、一日中エアコンの中にいるとかっていうと、やっぱりその基礎体力が落ちていくっていうのはすごく多いんじゃないかなと思っていて、本当ですね、あのこの間読んだばっかりなんですけど、はい、あの日本のお祭りはこう、まあ、裸祭りみたいなのあるじゃないですか。僕もなんか最近なんかね、それ、はい、見たかもしれない、ね、あれをすることによって全体の免疫が上がるっていうのを見たときに、いや、あの交換してるわけですね。そうですよ、交換そう、もうウイルスってもう大先輩、はいはいはい、地球の大先輩だから、そうなんですよね、僕らもう否定できない、うん、まあ、そうですよね、うん、もう受け取ることを拒絶することはできない、うん、そう、どう考えても、うん、だけれども受け取った側が自分の中で発症しないっていうことを、うんうん、まあ、その健康度を維持しておくってことが大事なのかなって、うんうん、そうですね、まあ、究極で言うと発症しても自分で治す力があればいいってことですもんね。そうですね、まあ、はい、ほとんどの人が治ってるわけですからね。そうですよね、だからやっぱりたまには風邪をひいたりとか、ちょっと熱が出たりとか、それによって免疫力を強化していて、その熱を出すということは車で言うと車検と一緒だよっていう、ね、例え話があるんですけども、自分の体の中をクリーニング、デトックスしてくれていたりとかっていう可能性もありますよね。年に2回から3回、しっかり風邪をひくとがんにならないっていう、うんうんうん、はい、そういう話もありますね、はいはいはい、今いろんなお祭りとかそう制限されてます、ね、制限されて人混みで人混み会うのはダメだと。そうです、もちろんそこで、接触する機会を減らせるかもしれないけど、免疫力を下げている可能性もある公衆免疫としては公衆免疫学上は、まあ、それは制限したい国としてはですね、もちろんもちろん、そう、それはどっちが良いかじゃないですけどね。そうですね、そうですね、でも僕も本当に思うんですけど、無菌室にいると、無菌室の中にいるときは病気にならないかもしれないけど、はい、無菌室から一歩飛び出たらめちゃくちゃ体が弱くなっているっていうのと考え方とちょっと似てるんじゃないかなと思っているんですけども、そうですね、うん、まあ、もちろん一人一人背景が違いますので、ね、免疫力があるね、あのどうしてもご高齢で基礎疾患があったりとかね、もちろんそれは人によって気をつけなきゃいけないと思うんですけども、やっぱ全体の考え方として過度なそういうものを長期間続けるっていうことがどれだけ実はリスクがあるのかっていうのをもうちょっと危機感を持ってもいいんじゃないかなというのは僕はすごく思いますかね。そうですね、うん、健康な人の制限をするというのが果たして正義なのかっていうのは私も感じます、うんうんうん、じゃあやっぱりあれですね、みこし担いでお祭りを早く日本の伝統をですそういう日が来るといいですね。いいですね、そうですかね。でもその先ほど言われたようにウイルスっていうのはまあ人間と一緒に共存してきたというか、そうです、まあ、あの人間 の、 あの遺伝子研究で有名な村上和夫先生ってね、もうお亡くなりになられましたけれども、筑波大学の名誉教授だった、僕大好きで結構本も読んだりとか映画も見たりしたんですけれども、サムシングレート、そう、サムシングレートですよね。
村上先生がおっしゃってたのが、人間は本当にウイルスと共に進化してきたんだと、うん、で人間の遺伝子をいろいろ調べていくとウイルス由来 でこう獲得した機能というのがすごくいっぱいいて、はい、一つ身近なところで言うとその哺乳類が赤ちゃんをお母さんの体内で宿して子供を産むっていうのはその普通であれば体の中に生命が宿ると免疫が攻撃してしまうらしい物、うんうん、異物としてもうそれを、守るようにできたのは一つウイルスの遺伝子のおかげでそうなってるんだっていう話をされていったことがあってだから人間にとってみると今はウイルスが怖い怖いって言ってるんだけど実は人間っていうのはそのウイルスによって進化させてもらっている存在なんだっていう話をされてたんですよね、うん、で確かに点で見ると怖いとかね、まあ、人によってもちろんあるかもしれないんですけど人類全体からして大きなもうちょっとグローバルで見てみるとひょっとしたら意味があってそれとともに僕たちは今コロちゃんに進化させてもらってるのかもしれないという見方もできるんじゃないかなというね、うん、もちろんね大変な思いされた方も見えると思うのでそういう方はそんな風に思えない何をひどいこと言ってるんだっていうのももちろんあると思うんですけども、まあ、それも含めて大きな目で見るとやっぱり何かその僕たちはいろんな意味で肉体的にもそうかもしれないし意識の上でも何か進化成長していくタイミングなのかなというのをすごく思っています。本当そうですね。そうかもしれませんね。進化となった時に、うん、私たちはその進化を受け入れるかどうかは、うん、もう脳が決めることだと思いますけど、うん、私はもしそうだとしたら、うんうん、この進化を受け入れたいなっていうふうに思います、うんうん、そうですね、うん、ちなみにそういうセミナーみたいな講座とかで言うと、はい、なんかその、まあ、感染とか免疫力とか以外でもいいんですけどもなんかすごく大切にして伝えられていることとかもなんかあればぜひ。そうですね、うん、本当に一人一人、うん、顔が違うように、うんうんうん、ね例えば兄弟とも同じ DNA を持ったとしても、うん、全然性格も違えば顔も違うし、うん、消化能力も全然違うんですよね、うん、なのでこれはもう一人一人全然違う個性を持っていると思うんですよね、うんうん、でその個性に対してその個性は、まあ、習慣によって作られる部分が半分と、うん、あと生まれつきあるものが半分くらいあるんじゃないかなと思っていて、そうで生まれつきのものはもうどうにもならないけれども、うんうんうん、その生まれつきのあと私たちが習慣としているものですよね、うんうん、その習慣としているものによって構築されたものっていうのもきっといっぱいあると思ってるんですよ、うんうん、なのでその習慣っていうのは意外とここで考えてて、あ、はい、頭で、はい、なんかテレビの CM 見てああ美味しそうと思ってそれを食べる、うんうん、これはまあ、その人の習慣を構築する一つの要素になってると思うんですけど、はいはい、ここに効いてるかな、あここで考えてるか心とか体の声を聞いてるかってことですか、うん、なのでまずここに聞いてその人その人とその人全然違う個性を持っていて、うん習慣があってその人生を持って今食べ物を食べてるので、うん、もしそうだとしたら、まず私たちはここで食べる前にここに聞いて、はい、そして本当に私これ食べたいのかなっていうのを、ねうん、確認してそしてもし、うん、心の底からこれ食べたいなと思ったら、うん、それを本当に喜んでいただくっていうのが、うん、一番いいのかなと私自身は今思います、うんね、僕もよく思うんですけど例えば自分がね本当に喜ぶものを食べるといいよって例えばねそういう話を聞いた時に、はい、いやでもケーキ食べると喜ぶとかお菓子食べると喜ぶあ確かにそうだよなで僕そこ、どうやったら分けて考えれるのかなと思った時にその自分の本当に細胞が喜んでるかっていうのと自分の欲を満たしているのか欲求を満たして満たそうとしている喜びなのか要は欲求を満たすってまあ、快楽そうですよね。だから一瞬喜びと快楽って似てるので、うん、区別がつきにくいんですよね、うん、それは食事だけじゃないかもしれないですよね例えば何か
外で買い物するとかでもそうかもしれないし、本当にそれ自分が喜んでこの服買ってるのか、何か得ることで満たそうとしているのかって、同じものを買うっていうことの喜びでも似て非なるものだったりするじゃないですか。だからそれっていろんなところで言えると思っていて、で食事っていうのも結構そこって意識してないとごっちゃになっちゃうじゃないかなってすごく思うんですよね。だから結構まあこれ感覚的なこともあるかもしれないんですけど、自分の細胞が喜んでるかなっていうのは、そう聞いてあげるのっていうのはちょっと分かりやすいのかなと。それかその瞬間だけを満たそうとしてるのか、でその瞬間だけを満たそうとすると、その満たされた時はこうガソリンが満タンになったみたいにこう幸福感を得れるんだけど、そこがピークで下がってくるんですよ必ず。下がってきた時にまた欲しくなるっていう、その依存的な欲求につながっていってしまうので、それって本当の、まあ、もちろんそういうのがあってダメとは思わないんですけども、適度にねあるのはいいと思うんですけども、それと別に自分の体が本当に何が喜んでいて何を欲しているのかっていうのを、どっちなのかなっていうのを分けて考えるっていうのは非常に大事なんじゃないかなというふうに思ったりしてますね。むさぼるように食べるというのも、まあ、私たちはやってきたと思うんです、まあ、大学生の時そうですよ、散々やってきましたね。で、まあ、飲んだ後の夜中のラーメンがうまいんですよね、背脂マシマシみたいなね、そうそうそう、あれそうな、不思議ですよね、不思議ですね。そう、欲求そうそう、欲求の結果ですね。でもなんか食事だけじゃなくて、いろんなことにそれって言えるかもしれないですよね。自分の日々やってる、自分の楽しいことしようよっていうのと、何か満たそうとしてやってる、寂しさを満たそうとしてやってるだけなのかとかね、いろんなところで言えるかもしれないなと今ふと思いました。本当ですね。いいこと言いましたね僕。すごいいいこと言われてると思いました。ということで本当に今日いろいろねお話をお伺いしたんですけれども、なんか最後にこう言い残したこととか、何かこれだけは伝えておきたいとか何かありますか。もう全然関係ない話でもいいですよ。もうちょっと大きなグローバルな話でもいいですし、生き方的なことでもいいですし。そうですね、はい、まあみんな、このコロナ禍でですね、恐怖と不安をみんな持ってると思うんです、でもみんな欲しいのは安心と安全、安心と安全が欲しいんじゃないかなと私は思うんです、だからどんな方法であれ安心と安全っていうのを一人一人が、そう、何かな、乱していくっていうことが大事だと思うんです、だから、まあね、打つも打たないも、まあいろんな考え方ありますけれども、それはみんな安心と安全が大事だっていうところが、そうですよね、結局そこだと思うので、源泉は実は一緒だったりしますよね。そうなんですよ、だからそこで差別をしない、もう分断をしない、もう今、まあね、レンコンと一緒で今つながってるんで、もう最初につながりましたね、そう、そうなんです、つながってるから、もう差別しない、差別をさせる世の中になってきたけれども、そうではなくて、みんなつながって一緒だから、そう、ウイルスも人間も一緒ってさっきね、そう話があったので、あ、そうだなって、差別しない世の中になったらいいなって思う、で、みんなゴールは安心と安全がゴール、これはずっとだと思いますけれども、そう、安心と安全の世の中はまず差別をしないことなのかなと思います、そうですね、あとは自分の考え方を押し付けようとすると、争いに起きやすくなるっていうのはすごくありますよね。本当そうですね。だからこう多様性を認め合うと言ったら変ですけれども、私はこう思うよっていうのは大事だと思うし、私はこういうことを大切にしたい、こういう言い方をしたいっていうのも、まあ、それはその人の正解であり、でも別の人はその人の正解があるかもしれないっていうのを認め合うというか、でもそうやって考えると、やっぱ日本の僕神道とかも結構好きなんですけれども、まあ、特定の宗教に入ってないんですが、好きで考え方とかね、本当日本の信徒って本当に不思議で、神様がみんな神様じゃないけど、ヤオロスの神様で、空気も神様だし、木も神様だし、みんなあなたも神様、僕も神様じゃないけど、そういう一神教じゃなくて、本当にたくさんの、みんな神様で、それを認め合って生きていくっていう、まあ、調和の国ですよね。だから今こそこう日本が
それを思い出して、うんうんうん、こうバランスの取れた生き方をしていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ったりしますよね。本当そう思います。うん、あとは偶然神道ですけれども、はいはいはい、でも、こんなに、ね、キリスト教の人がいたり、仏教の人がいたり、うん、だからそれを受け入れる、受け入れてる、できたっていうのは、そう、世界的に見て、ありえないです。ないですよね。もう日本しかない。国によっては、あの、死刑になりますよね。そうなんですよ。宗教として争ってるっておかしいですけど、でも、それがまさに世界中で起こってることなので、うん、そう、でも、次の生き方として、うんうんうん、こういろんな多様性、どの宗教でもいいよ、うんうん、僕たち人間なんだから、うんうん、っていうのを示せるって、うんうん、日本だけだよなって思うんですよね。うんうん、ね、うん、僕もあの幼稚園の時、キリスト系の幼稚園にいたのも、なんか結構大きくて、だからあのキリストの考え方も結構好きだったりとか、神道も好きだし、仏教も好きだしっていうのは、そうはあります。でも不思議な国ですよね。そう、お正月になると、はい、初詣行って、お葬式はそうお寺さんに行って、クリスマスにお祝いする。結婚式はウェディングいやー、よく考えると本当に面白いというか、う、素晴らしい、受け入れる力が強い、そうですね、認め合う力が強いというか、だからそういうのをもう一回僕たちが思い出していく人が増えていくっていうのは、だから気づいた人から変化していけばいいんじゃないかなというふうに思っていますし、そうですね、うん、そうですね、うん、多様性を認め合うことができる、うん、この世の中に対してですね、うん、もしその最初の先陣を切ることができる国としたら、うん、多分日本だと思います。だってこんなに受け入れられるっていう民族はないので、うんうんうん、そう思ったら、うん、私たちの生き方こそ今注目され、世界に向けて注目されてくるんじゃないかなと思います。いやいいですね。いいですね。日本最高。最高、はい、ということで今日いろんなお話をお伺いさせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。まあ、最初の話に戻るとビタミン C、はい、まあ、結構免疫を高めたりとか、そういう感染症に対しては非常に大切だから、まあ、普段から日頃から、まあ、食べ物から取るのを意識するのと、まあ、ビタミン D で太陽に浴びる、ね、まあ、本当少しでもいいから外に出て日光に当たるっていうのは大事ですよね。なんかガラスの中だとあんまりダメって、まあ、ゼロじゃないと思いますけど、UV ガラスとかね。そうなんですよね。だから外に出た方がいいですよね。僕もテニスやってるんですけど、やっぱり運動するっていうのも本当にすごく大事だなと思っていて、はい、まあ、だから結局普通の当たり前のことを当たり前のようにしていくっていうのも、が結局結論なのかなと思ったりしますけどね。はい、今日はたくさんいろんなお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。豊橋の、ベジカフェロータスさん、ぜひね、あのすごく素敵なお店なので、お近くの方はぜひ、よかったら来てみてください。概要欄の方に、ホームページとかで、あのリンク貼っておきますので、よかったらご覧ください。ということで今日はベジカフェロータスさんの安武元吉さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた会いましょう。バイバイ。皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、毎日ブログを更新しているんですが、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。